先ほど国営テレビで放送された映像です。首都平壌郊外のスナンにある国際空港の一角とみられる場所で、金正恩朝鮮労働党委員長の立ち会いのもと、火星12型一発が垂直に立ち上げられた後、轟音とともにオレンジ色の炎を噴き出して上昇していく様子が様々な角度から捉えられています。北朝鮮はアメリカグアム島周辺に向けた発射計画を明らかにしている火星12型について今回新たに配備したと表現し、開発を終えて実戦配備したと強調しており、その映像を発射の翌日に公開することで自らの弾道ミサイルの能力をアピールしてトランプ政権を強く牽制する狙いがあるとみられます。